5月16日、どうも、まるでございます。なんかこのスタンス、久々ですね。今まで何してたかっていうと、まあ、10連休は普通に家にいて、終わってからは仕事して、絵描いての繰り返しですね。あとなんか咳が止まらないんですよね。と夕方になるとすごい勃起してるんですよね。で夜は寝れないし、最近ずっとなんか豚腹飲んでるな。なんでだろう。絵描くのもさ、なんか最近描いてキッズが多くてさ、書くの嫌になってます。上達したいから毎日書いてるんですけどね。絵を公開しなきゃいいじゃんってなると思うんですけど、やっぱりあの第三者の意見を聞かないとどこが下手なのかわからないんで公開はしてます。でもまあなんだかんだ言ってるけど絵は描き続けますね、私。絶対。相変わらずですけど生きる気力はありません。めんどくさいです。何のために生きなきゃいけないんでしょうって思う。努力しても報われるわけでもないし、恵まれるわけでもないし、本当不公平な世の中ですよね。子供、大人に限らず変な人間が最近増えてきて、なんかなんて言うんだろう、終わってるなっていうのも感じます。そんな私も終わってますけどね。では今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。